こんにちは、ダスです。ここは近鉄奈良駅の、真正面にいます。今日はですね、これから変なホテル奈良というのが、今日オープンということで、向かっていきます。それでは行きます。結構駅前でも東横インとかホテルとか最近、多くできてるみたいです。到着しました。近鉄のライクがだいたい5分もかからない位置にあります。ルームカードが出てくる。はいはい。レシート。レシートは来た。この度本日から配布開始されました。はい。GPT の共通クーポンの販売対象になっておりますので、1枚渡しをさせていただきます。こちらですね、お受け取りのお名前。ごゆっくりお願いします。はい、すみません。お待たせいたしました。ちょっと、見てみたらいい。まずいや、見てみたらいい。え？見てみたらいい。いいの？見るだけだったら。はい。一番上みたいな。623って感じ。そうなの？いいな、泊まりたかったな。まあ明日泊まるか。3900円。安いよね、うん、いやあれ、GoTo トラベルで1000円バック。こう言って、こうなんや。一旦行っただけです。つもり僕にさ、一番右やん。あれ、あ、左やった。うん、左やった。めっちゃカットやん。623、あ、左や。一番奥や。あ、これ623。さあ、ここに挿してルームキー。テレビが大きいで、一応、あ、結構大きなベッド。二人用なんよ。二人用だけど、一人でも泊まれる。ここは、あの、ホテルって全部二人用みたいな。そうなの、うん、え、これって一人用の値段でしょ。で、値段、一人用。で、もらった、1000円分のクーポンと、で、朝の、朝食券ですね、がついてきます。ホテルの大きさが、非常、一人で泊まるんですけども、二人分の、ツインですね。ダブルベッド。もうちょっとあるか。キングぐらいのベッドサイズがあります。で、多いお茶と、昆布茶。と、冷蔵庫があります。空気清浄機も備わっていて、で、頭のとこには多分 USB と、電源がありますね。という状況。で、窓からの眺めがビル。残念。
です。とりあえずちょっとゆっくりします。で、レノボのタブレットがついてて、いろいろと観光地を紹介、動画、あと無料 Wi-Fi の設定、天気予報などが見れるそうです。あとでちょっといじってみましょうかね。で、お部屋の、あ、充電ケーブルがあるわ。充電ケーブルもある。いや、これ鏡。これ鏡か、普通に。で、充電ケーブル、なんやろこれ。がついてると。これ便利やな。あの、Wi-Fi のスピードテストですね。ちょっとやってみます。閉める。スピードが 50Mbps ぐらいダウンで出てて、アップロードの方が80ぐらい出てますね。まあまあ、スピードが出てる方だと思います。ダウンロード最終的に 42.3 になりました。で、アップが82になってます。結構早いです。テレビの方はですね、結構インフォメーションとか、フロントへの連絡の仕方とか、いろいろちょっと情報が載ってて結構面白いです。で、まあインフォメーション、まあこちらの方で全部説明があるみたいな感じですね。まあチェックインが15時以降で、チェックアウトが11時までということになってます。で、毛布とスチームアイロン。は大丈夫と。VR なんかも貸してくれみたいですね。ちょっと面白いです。で、夜間の施錠が6時まで。朝の6時の間までは、外に出れませんということですね。で、外出の時は、ルームキーを必ずお持ちくださいという。で、朝ごはんなんですけど、お天気パーラーというところで、朝食がいただけるみたいです。で、今回朝食付きプランにしましたので、7時から、10時まで。で、ラストオーダーが9時30分まで。ということで、朝いただきに行きます。楽しみにしてます。で、10時から11時、または昼の間ですね、カフェとして営業、まあ、昼ご飯とかも、楽しめるそうで、こちらも面白そうですね。あとで、1階の自販機とコインランドリーなど、ちょっと見に行きたいと思います。で、旅、というのがありますね。スマート。へぇ。こんなのがあるんだ。タブレットさ、これか、タブレットがありましたね。これちょっと、なんだろう。ちょっと不思議な感じですけど。あとで、ちょっと使ってみたいと思います。で、ベッドの説明が、まあ、フランスベッドを使ってますよということで。で、ファインテンウォーター。なんか説明ありましたね。で、ファインテンウォーターを採用してますということで、まあ、安心して飲むことができますよということですね。なかなか面白いシステムみたいです。で、どういう効果があると。入力なんかもいいんでしょうか。で、これちょっと使いたかったんですけど、バケチキーパー。今日はあまり大きな荷物を持ってきてないので、使うことができなさそうです。で、フロントへの連絡もこちらでできるということで、あんま使わなそうですけど、まあ、こちらから連絡してくださいということですね。で、基本的に今日いっぱいいましたけど、普通の、変なホテルって、ほとんど店員さんがいない。というような状態で、だから安いという感じで運営されてるみたいですね。そのうち多分、人もいなくなるんでしょうけど、ちょっと、まあ、オープンしたてということで、こういう運営になってます。で、まあ、ということは、飲めるお水を提供してますよということなので、お水とかの用意も基本してないですね。で、お風呂なんですけど、こちらの、ポーラのボディーソープ、コンディショナー、シャンプーなどを使ってるみたいです。で、ヒゲ剃りと、まあ、アメニティの方は、よくある、
感じですね。歯ブラシと、歯ブラシもちょっといいやつでしょうか、使ってます。でドライヤーの方がパナソニックのちょっといいやつ使ってますね。でシャワートイレの使用ということで、まあ、こちらの方は、普段通り同じような感じです。お風呂がですね、まあちょっと普通のユニットバスといった感じでしょうか。ということで、ちょっとですね、私資格の試験の勉強がありまして、これから、やっていこうと思いますので、ちょっとゆっくりします。お風呂に入ろうと思ってお湯を張ってます。なかなか、湯加減はこちらの方で調整できて、なかなかいい湯加減になるはずです。でまだピカピカで新しいですね。ちょっと入り心地良さそうです。ということで、今、6時、6分なんですけども、お風呂入って、さっぱりして、それで今からちょっと、資格の、勉強をしようかと、思ってます。それで、お部屋は、先ほど紹介した通りでゆっくりできますんで、それでは始めます。ということで今7時半になりました。夕ご飯食べようと思ってるんですけども、今日の夕ご飯は、柿の葉寿司、奈良といえば柿の葉寿司ですかね。で、田中の柿の葉寿司というのが、奈良駅の、すぐそこにありまして、買ってきました。鮭、サバ、タイが、それぞれ入ってて、7個入りで1000円ぐらいのものですね。普通に売ってます。で、まあ、旅用のお弁当という形で売られてますので、おしぼりとか入ってたりとか、まあ、電車の中で食べたりする人が、結構多いんじゃないでしょうか。で、まあ、このように、柿の葉っぱに包まれたお寿司が入っているというものになります。私、よくホテル、まあ、ビジネスホテルなんか泊まってもですね、もう部屋から出るのがちょっと嫌になってですね、しまうんで、大体ご飯は、このように、コンビニで買ってくるか、まあ、何か、買ってくるかということが、ほとんどです。あと、近くのスーパーで仕入れたどん兵衛の安いやつを、これから作っていきます。蕎麦と、お寿司の組み合わせって最強だと思いませんか？結構好きなんですけど。で、まあ、回転寿司とか行ってもですね、結構蕎麦かうどんか、食べながら、お寿司をつまむという、ことをやってます。まあ、汁も、私赤だしとか、昔はよく頼んでたんですけど、最近お蕎麦とかですね、うどんの方が、まあお腹の足しになるということで、よく食べてます。ということでお湯が沸きました。入れます。溶かしながら入れます。で大体3分ぐらいですかね。3分置きます。よいしょ。で柿の葉寿司の中には実は醤油が入ってなかったという、これこういうもんなんかな、まあ、私醤油なくても食べれるんですけど、鯛、鮭、サバ、下の3つがサバですね。で鮭、鯛ということになってます。サバが、3つということはサバを先に食べなさいということだと思います。で大事なこと書いてあります。柿の葉は取り除いてお召し上がりくださいということで、これは桜餅とは違いますよという感じですね。ではいただきます。まず、サバの方いただきましょうか。
まあ、こんな感じで柿の葉に入ってますね。こんな感じです。結構私あの脂が乗ってて、サバ好きなんですけど、柿の葉に巻くというのは何か意味があるんですかね。これ書いてあるのか、先人の知恵ね。柿の葉が抗菌作用があると、で保存性を高めると、で貴重な魚、あ、なるほど、奈良だからですね。奈良は海がないので、運んでくるのに腐ってしまうので柿の葉に包んだということで、で昭和54年、天皇陛下が、奈良に来た時に柿の葉寿司を、献上したということで、なるほど。で一晩寝かせることで、ってことは一晩寝かせてあるということですね。なかなか美味しい。奈良に来たらぜひご賞味ください。美味しいので。でお蕎麦をいただきます。結構あの醤油つけなくても塩味が効いてますね。なので、ね、必要なさそうです。この安い蕎麦がまた結構好きです。じゃあ今日は鮭をいただきます。鮭。サーモンが結構入ってたイメージなんですけど、鮭なんですね。これは生鮭なのかな。サーモンみたいですけど、鮭ですかね。いただきます。うん。塩味が効いてて美味しいです。脂も乗ってます。すごくさっぱりしてて食べやすいです。ということで、こちらはタイですね。よいしょ、おお、そうすると、タイをいただきます。多分これ一回火を炙ってあるような感じがしてますね。生ではなさそうです。タイというと生で食べるとちょっと身が硬いイメージですけど、これは火がちょっと入ってるんで、まあ噛みやすくなってますね。こちらも塩味がついてます。必要十分な感じですね。そのままでも美味しいです。しかしてこれ鮭とタイよりサバが一番美味しいんじゃないかなって感じがしてきましたね。値段もサバが一番安いんじゃないかな。こんな感じ。油が乗っててしまっててすごく美味しいんですよね。タイはちょっと身が硬いのかな。魚の油がうまいこと調和するのがサバが一番上手なのかもわかりませんね。これ高いからいいってもんじゃないですね。これごちそうさまです。美味しかったです。
ございます。今朝の、6時16分ですね。よく寝れました。でもう明るくなってます。で、朝ごはんが、7時からですね。7時から1階のお天気パーラーというところで、食べれますんで、で、一応8時ちょっと過ぎに、神さんと合流する予定になってまして、たら朝ごはんの方食べ行こうと思ってます。ね、まあそれまでちょっと時間ありますんで、勉強しながら、ちょっと待ちたいと思いますんで、それではまた後ほど。それでは今8時44分です。朝ごはんに向かいます。こちらの朝食クーポンで、行けるはずです。カードキーを持っていって寝てますね。これ使えるのかな。使える？分かんない。メニューこっちの、アイスコーヒーとかは、あ、はい、はい、一人なんで追加で、パスタご飯で食べに行ったんですけど、使えない、あ、じゃあ現金で、あ、すみません。フレンチトーストのプレート2つ、フレンチトーストのメープルシロップ、こちらじゃあライブのスープ、味噌はいただきます。美味しい。いろんなところ連れてって、ただひたすら歩く。人によって全然違うそうだ。うん、そう。考えたら違うかもしれない。プリン。ヨーグルト。
それでは、チェックアウトしまーす。ということで、一晩ありがとうございました。ここからの窓の音。ちょっとなんか眺めが良さそうなんで、行ってみましょうかね。どっちがいい？恐竜なんか思ったより声にテンションがないよね、うん、恐竜の方って。恐竜うんわあ人間だって感じだもん。じゃあ恐竜でチェックアウトします。ほらどこ、あこっち、うん、こうかだな。お待たせして、めちゃ睨まれてる。寂しいなって言ってくれてる。はい、バイバイしてくれる。短い前足でバイバイしてくれる。早くね。チェックアウトしました。ということでご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしければお願いします。